こんばんは。脈ありラインの時間です。成人式を迎える前に気になる彼からメッセージがありました。そうなの？着物めっちゃ似合いそう。成人式の写真楽しみにしとくね。空気じゃないよ。さあまずは気になる彼からのメッセージ。彼女は一段と輝いて見えます。特別な存在。空気じゃないよの一言です。そうかな、早く着物決めなきゃな。期待しないで、友達みんな可愛すぎるから空気よ。おっと、ここで少し謙虚な姿勢。期待しないでと上がりすぎたハードルを下げていきました。安定思考の立ち回り、引くような動きを見せていきました。だね、絶対めっちゃ似合うもん、確定。〇〇さんも可愛いです、大丈夫です。ここで来ました、もうワンプッシュ。ここぞというところで名前を出してきました。一気に感情に訴えかけてきます。引いて押してを繰り返します。シーソーゲーム。彼女の自己肯定感を高めることができるか。てれてれ、可愛く着たいから頑張って痩せる。可愛くなれるように頑張るね。ここで来ました、頑張るね。まだ付き合ってはいませんが、まだ付き合っていない彼のために痩せることを決意していきました。成人式でさらにもう一歩大人の階段を登るための助走がこの瞬間から始まりました。突然画像が送られてきました。一回会ってみらん？言うの迷ったんですけど、実は他に連絡取ってる人がいて、その人に誤解とかされたくないし、男の人と連絡取り合うのをやめようかな思ってます。タイミングが合わなかったかもです。本当にごめんなさい。さあ、序盤からかなり苦しい展開。こちら側には1ミリも脈はないんですが、相手が脈を感じているというパターンです。8月1日暇いようと LINE が送られてきました。ただここはスルーしていきます。5日後8月6日飲もう、この一言一切リアクションありません。さらに5日開けて何してる、どうやら5日おきに送ってくるような傾向があるようです。さらに6日開けて17日スタンプ1個、もちろんリアクションもありません。季節は移ろい10月3日何してるの、ここにも返信がありません。さらに1ヶ月後11月12日元気、そして少し時間を空けながら不在着信です。夜に電話をかけてきました。ここも華麗にスルーしていきます。明けましておめでとうございます。そして2月5日元気、ここにも返信はありません。そして3月6日送られてきたのはまさかの鍵です。殿下の宝刀、海のミルクを切ってきました。物で釣る作戦、ただこれも完全に滑っている。小さな子供を持つ親か、顔なししかやらない手法をここで使ってきましたが、悲しいことにここにも返信がありませんでした。そして5月25日何しよる、これはブロック案件です。おそらく彼女側が外で飲んでいるといったシチュエーション。気になる彼とやり取りをしていました。心配するわ、なんとかなる、ちゃんと寝てね。さすがにそうなったら打ち気な、ありがとう。止めてくれるの？ピエン、このエチエチな展開は一体何でしょうか。確認ですが、まだ付き合っていません。ただ止まる止まらないの話をしています。これに対して気になる答えは、恥ずかしくないように掃除しておきます。イエスともノーとも言っていませんが、これは遠回しにイエスという意味です。これに対してお願いします。エモすぎるキュンです。でも普通に朝まで話してみたいなって気持ちはある。全然話そう。いや、こんな展開あっていいんでしょうか。どうむらりゅうもわぬかもびっくりです。やったね。なんか酔っ払ってバンバン送ってるけど、明日恥ずかしそうな気がする。これは完全に上がり込んだパターン。この後めちゃくちゃ。映画デートに誘われました。明日映画館行くけどどうですか。行きたい、ピエン。おっと、これは王道の映画デートということになりそうです。かなり順調な滑り出し。ここに対してスタンプを返していきます。ライブビューイングというやつがあるんだよ、楽しそう。おっと、これはかなりいい雰囲気ですが、その相手は佐藤健公式 LINE です。流浪に剣心大ヒット上映中、興行収入目当てのデートに誘われました。